続いては1985年に発売されたボクシンです。今日のスクーターでは常識となっているシート下の収納スペースを初めて採用したエポックメイキングがモデルです。 5.8 馬力のエンジンと V ベルト式自動無段変速の組み合わせで扱いやすさとスポーティーな走りを両立し、年齢や性別を問わず幅広いユーザーに愛されました。